山田さん、初期の頃から見ててずっとファンです。ずっと疑問に思ってることがあるんですが、山田さんってもしかしてニューギニアヒメテングフルーツコウモリですか？いや、君は何を言ってるんだい。どうも、ラーラです。さっきのコウモリググったらマジでいるんだね。なんか架空の生き物を言われたのかと思ってちょっと検証したんですけど、いや、いるらしいですね、実際に。はい、ということでね、お、来た、ちょうどラブカスが出ました。はい、ですね、今回は今日ですね、2月の14日ということで、まあ世間的にはね、バレンタインと言われるやつですね。ゴディバさんがね、本命以外の、ギリチョコやめようと言ったとか、ブラックサンダーの方はね、いや、まあいいんじゃないのみたいな、ギリチョコやんないよ、うちはギリチョコで使っていいよみたいなね、そんな感じで、ちょっと日本のね、バレンタイン事情が割とざわざわした今年なんですけれども、ポケモン GO の方でもね、バレンタインイベント、昨年と同じように、今年も行われました。で、この主人公がこちらのラブカスなんですね。よいしょっと。で、ラブカスが普段そんなに出現率高いポケモンではありません。なんですが、今回のこのイベント期間中、なんと大量発生しているんですね。で、2月の14日と15日、この2日間ラブカスの出現率が大幅にアップしております。さらにはですね、このラブカスから入手できる砂の数がなんと3倍になっているんですね。普通だったならば野生のポケモンゲットすると100、砂が100なので、ラブカスをゲットすることで、300で、これに星のかけらを使うことで、1.5 倍がかかって450。ちなみに雨のブーストが、天気ブーストがかかると、そのポケモンから、ね、もらえる砂の量も増えますので、なんとですね、雨の地域で、ラブカスを入手すると、星のかけらを使うと、500超えの、ね、砂がもらえるという、ね、激アツ激うまイベントでございます。まあ、これちょっと私事なんですけど、今日実はね、僕はロケをする予定じゃなかったんですよ。土日さ、ポケゴーがまた忙しかったじゃないですか。でね、土日とか、いやね、出勤しちゃってるからさ、僕、会社にさ、休み取ってなさすぎて怒られちゃってさ、無理やりね、平日に休みをね、代休として取ったんですよ、今日。そしたらその代休にね、ぶち込まれてきちゃったから、わーおーみたいな。まあいいんです、はい、また別のところで代休取ります。今回はね、まあ、よくね、僕が歩きやすいっていう理由で来ている上野公園の方に、まあ、来ていますね。で、今回のラブカス、なんとなんと砂だけじゃないんですね。色違いが同時に実装されました。これはびっくりですよね。で、これが来たことによってね、また色違いの数が増えましたね。で、今回のラブカス、どんな色かというと金なんですね。はい、金コイと同じような、感じになっています。で、これによって金の色違いの種類がすごい増えましたね。金コイ、さらにこの前いたチルットで、今回、そしてラブカスか、が来たので3種類のね、金の色違いがポケモン GO の方に実装されましたね。進化しない形だと、闇ラミ、闇ラミもそうか、金だったね。金の闇ラミと、あとこれのこのラブカスが、まあ、進化しないけれども、その金色でね、その色違いと、あとアブ族ともいますけど、どんどん増えますね。それにしても、お、ラブカスまたいたぞ、よいしょ、タップ、よいしょ。はい、ちなみにまだ私、金のラブカス見つけられておりません。っていうかね、全然なんですよ。色違いポケモンって、ポケモン GO の方だと、通説だとね、大体その400分の1の確率で、金とか、それぞれの色のね、色違いが出てきてくれると言われています。これは、元となるデータはね、海外の、そういうポケモン GO のトレーナーさんがね、実際に検証した、数値なので、実際に今もね、その通りなのか分かりませんが、意外とね、その辺に落ち着いてるよというような、お話が、多いですね。で、ちょうど1ヶ月前か、1月にコミュニティデイ、第1回目のコミュニティデイがあって、この時ってピカチュウが、大量発生していましたね。で、この時にピカチュウの色違いがいつもよりも出やすかったというお話がありました。これ実際僕もね、いろんな方のツイッターとか見てると、確かにと、もう今まで1匹もゲットできなかった人がボンボン取れたと、そういった報告がありました。で、
これがですね、おそらく確率の調整が入っていたんですね。コミュニティデイでその特定のポケモンが出現しやすい、かつ色違いの確率もアップと。で、今回のラブカスはじゃあどうなんだと。残念ながら今回はちょっと上がってなさそうですね。その、まあ、金のね、ラブカスをすでに例えば2匹入手したよっていう報告もなくはないんですけど、まあ、その前回の、ね、ピカチュウの時の、報告 の、 その多さっていうものを僕も知っているので、その時に比べれば、まあ、今回はちょっと緩やかだなというふうな印象がございます。なのでまあちょっとね、今回の今日明日の間に、ね、ラブカスをこう400匹500匹ぐらい取ればね、なんかまだミゲッツの方も未来があるかもしれないんですけど、ちょっときついんじゃないかなと思いますね。はい。でラブカスは今のところね、ほらバトルで有効な場面がちょっとないので、僕はこういう感じでラブカス、取って金じゃなかったらはい送っちゃいますと、はい、ポッポはちょっと送らなくてもよかったな、間違えたな。今回その出現率が上がっているのは実はそのラブカスだけじゃなくてですね、ラッキーも今回対象に入っています。ただラブカスがめちゃめちゃ湧いてるのに対してラッキーそんなに見ないんですよね。なので、まあ、その一応確率は上がってるとは言っても、普段からねレアなポケモンなので、見つけられたらラッキー、あ、ギャグじゃないですよ今ね見つけられたらまあラッキーだなぐらいの感じだと思います。なのでね、それでもその入手いつもよりはしやすく、なっているんじゃないかなと。ただ僕今日まだ見れてないんですよね、ラッキー正直、なので、どうなんだろうな、どっちなんだろうなと、はい、思っている山田でございます。で、この後もねもうちょっとラブカス、夜とかちょっと撮りたいんですけど、実はね僕ね、そうここちょっとね、他先はねラブカスを撮りながら、金ラブカスを求めながら私事になっちゃうんですけども、山田クリスマスじゃねえわ、山田はバレンタインに休みようと何してんだと。ですね、引っ越すんですね実は僕はい、すごいもうどうでもいいとは思うんですけど、皆様ね、あれなんですよ、家とかでライブ配信とかね、あとはその自宅で動画を撮れるようにちょっとしたいなと思って、前から思ってたんですけど、なかなかね、こうタイミングが、ポケモン GO っていきなりイベント来たりとか割と忙しかったりするんでなかなかできないと。でももうこれはやらないといけないと無理やりでもいいからとりあえず引っ越そうと、思いまして、実はもう今月中に、私はまだ引っ越すんですね。で、これで準備がもう本当にはかどってなくて全然できないんですよ。だから週末とかにやろうと思っても週末にイベント来ちゃうからさ、だから今日まとめてそれをやろうと思ってたらこれですよ。しょうがないんですけどねはい、ということで、その報告もちょっと今日この動画でねします。引っ越ししたら少しねライブ配信ができるような環境を頑張って、整えまして、例えば夜とかね、自宅になっちゃうんでポケモン GO をつないで、っていうのはね、住所バレちゃうんでできないんですけれども、その雑談ベースだったりだとか、あとはそれ以外にね、例えばそのゲームとか、別のゲーム、それこそウルトラムーンとか、ウルトラサンとか、あとはほら、3月に新しいポケモンのピカチュウが探偵で、のゲームとかあるじゃないですか。ああいうのをなんかわざわざねこう一本の動画にするほどじゃないんだけど、そのまったりやるとかね、そういった配信とかちょっと面白そうだなと個人的には思っているので、そういった準備のためにいろいろね今動いているところでございます。はい、みたいなねご報告しながらラブカスをじゃんじゃん撮っていますが、まだまだですね。ちょっと数見てみましょうか。ラブカスを今までそもそもそんなに数取ってないと思うので、よいしょ、はい、まだですね捕まえた数42。そりゃ色違い出ませんねいや今日の夜ちょっと荷造りしないとなやばいな、そっちに意識を割と持ってかれてる俺がいます。はい、すいません、なんかねちゃんと集中しましょう。あと話したいことは何ですかね。あ、そうですね、今回の終了時刻の予想が一応されてて、その12月、なんで12月って言っちゃうの、2月の14、15で15日に終わっちゃうのかっていう風にね、やっぱり告知の内容的には思っちゃうんですけど、おそらく翌日16日の早朝まではねやってるんじゃないかと。なぜならばポケモン GO ってイベントの終了タイミングですね、何日までやっていますよっていうのがその翌日の早朝できっちり終わるっていうことの方が多いです。またイベントの開始時刻もね
結構早朝スタートっていうのがね今までが多かったので、まあ、そこになるんじゃないかななんて、今思っています。はい、ということで短い期間なんですけども砂集めみんな頑張っていきましょう。そしてできることならば、金のラブカス、こちらを狙っていきましょう。今自分でも言ったんだけどさ、平日なんだよね土日を挟んでくれたらね嬉しかったなっていうのが、まあ、正直な感想ではありますね。なんかしかも色違いのラブカスって多分ラブカスの出現率今回ギュッと上がってるけど、このあとこれ終わったあとラブカスまた出現率なんかぼちぼちの子に戻っちゃうと思うんですよ。それ考えるとね1週間ぐらい撮ってほしかったな。あ、思いました。あとあれですね、今回モジュールの期間も延長されてます。あの6時間ですね、1回モジュールタクト6時間モジュールがそのもうずっと、たかれている状態になりますので、例えばそのポケストップが密集している地域にいろんなトレーナーさん今行くと思います。でそこでラブカスを、大量ゲッチューみたいな、そんな流れにきっとなっていますのでね、お近くの例えばそのお住まいの県とかのその例えばポケストップが多いところ、トレーナーさんが集まりがちなところ、こういったところに、まあ、今日とか明日の朝とか晩とか、まあ、もしもお休みの方はね日中でも構いません、行ってみるとその色違いラブカスの入手が少し、楽になるかもしれませんといったところですかね。はい、まあ、何はともあれ、今回はちょっと自分もバタバタと、合間の時間でね、ラブカスを取って、頑張って目指そうと思います。明日ね、今日はちょっとバタついちゃうんですけど、明日は少しねラブカス集中できるかななんて思っているので、まあ、時間的には今日よりは取れるな。はい、取ろう、欲しいもん。ですがもう今回を逃したら金のラブカス延々無理な気がするしね、頑張ってちょっとね集めていこうと思います。はい、ということでね、今回この辺で終わろうと思います。もしよろしかったら山チャンネル、チャンネル登録お願いします。そしてグッドボタンもね押してくれるととっても嬉しいです。それじゃあ今回この辺で終わります。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。